が最近僕ちょっと美容に興味がありまして TCB クリニック新宿三丁目ですね、お邪魔してますんで、クマが寝てるんですけど、はい、全然取れなくて、今お痛み痒み出てることもございますか。慎太郎さん、どうですか気分は。自信しかないですね。早く帰って奥さんに見したいです。見たい。では失礼しますね。今回はこのほうれい線のところからですね、あ、目元の下のこの辺りですね、 あとはですね、この辺りのフェイスラインと言います、ここの頬骨のところですね、ここの、はい、輪郭をきれいに引き締めていくという感じです。そういうことができる。そうなんです、機械で3ミリぐらいのところって言ってものすごく薄いところに超音波の熱を当てたり、あとはもう少し深いと4.5ミリ、5ミリとか、そのあたりですね、熱を当てて、引き締める、うん、これはまあちょっと色専門用語じゃないので前もってね、お断りしとかないといけないんですけど、焼肉をイメージしていただいたらいいと思います、うん、焼肉された時って焼いたお肉、引き締まりますね。ミディアムレアミディアムレアぐらいのイメージ。これね、カチカチに焼くぐらいね、縮こまらないですから、それを言うとちょっと詐欺になってしまいますよね。そうじゃなくて、ミディアムレアぐらいの感じで、少しずつ加えて、こう、少し引き締めていきますよ。簡単なイメージをお持ちいただければいいかなというところで、まあ、このあたりから、このあたりまで当てさせていただきたいと思います。はい、長州さん、本日はまた配布、よろしくお願いいたします。これは何をするんだ。高校の頃に名前のサインを。よろしいでしょうか。はい、お願いいたします。同意書に対してもこういった手術30分から1時間で手術するんですけど、はい、手術後が少し肌が敏感になりやすいので、はい、今の保湿とかをしてあげるとよりいいですよっていうものになるんですけど、はい、今回手術をしてたるみを改善していくものになります、はい、その同意書についてご了承いただけましたかっていうのを伝えちゃうのであれば弁明お願いします。これはい、ありがとうございます。はい、どうもすみません。失礼いたします。ではお部屋ご案内いたします。はい、お願いします。お手洗いは大丈夫ですか。あ、大丈夫。お部屋はこちらになります。はい、お願いします。これはもうマスクは。そうですね、お話しいただいてお預かりしちゃいます。はい、どうもすみません。配布は初めてでいらっしゃいますか。配布、今日やる施術。ああ、初めて。初めてですね、はい。お顔のどのあたりがもたつきとかたるみとか一番気になりますか。やっぱりほうれい線が深く、それと口元の横にまた、はい、この目のこの辺にも線が、はい、どんどん出てきますよ、ね。かしこまりました、はい。重点的にやっていきますね。初めにですね。はい。で、お顔の深い方に最初アプローチしていきます、ね。はい。こっちの痛みとしてはちょっと柔らかい感じからいきます。では右のお顔から参りますね。はい、お顔少しだけ左側にお願いします。ジェル塗るので一度冷たくなります。はい、口角の横からいきますね。はい、一回ワンショット打っていきます。お痛みいかがですか。いや、何も感じない。本当ですか。このまま始めていきますね。エラの部分、お痛みが感じやすい場所になりますが、いかがですか。多分筋肉のところですね。うん、あ、確かね。うん、次、頬上側いきますね、はい。少し引き上げていきます。次、重ねていきますね。はい、冷たくなります。お口元いきます。お目元の下ですよね。次、顎下に入ってまいりますね、はい、顎先ぐーっと天井の方向けられますか。そうですね、冷たくなります。こちらのお痛み大丈夫ですか、うん、大丈夫です、はい、続けていきますね。この後、浅い層にアプローチしていきますね。ジェル塗っていくので冷たくなります。もう一度口角の横からいきますね。
先ほどと比べてお痛みどうですか？なんかチクチクっと我慢できそうな痛みでしたね。はい、それでは続けていきます。では次、頬上側ですね。角度変えて重ねていきますね、はい。お目元の近くまいります。あともう少しで半顔おしまいになりますね、はい。じゃあ取ってまいりますね。冷たくなります。はい、次お顔をですね、少し右側に向けます、はい。これは月に何回定期的に、そうですね、どれぐらいの期間を空けて、ね、1回やったら3ヶ月間を空けていただいて次を照射していくっていう感じになっていきますね、うん。何回かやってるのだと1年後2年後のお肌の引き締まり具合が変わってくるので、うん、何回かやることをお勧めしております。最後深い層からアプローチしてまいりますね、はい。また口角横から始めてまいります。この塗ってるクリームはコラーゲン、このジェルは、ね、滑りやすくするためと、やけどですとか、そういったことを予防するためにつけております。次、顎下に参りますので、顎先ぐーっと天井の方に向けてください。次、浅い層ですね、はい。コラーゲン層にアプローチしていきますね。で、フェイスラインから参りますね、はい。では次、頬上側参りますね、はい。では行きますね、はい。この後、重ね打ちしていくんですけど、一回休憩してお冷やしとかしますか？あ、分かんないんだけど、はい。で、ちょっと休みましょうか。まあ、変わりはある。僕見た感じ全然違いますね。リフトアップされてる気がします。全然違いますよ。だんだん終わりが見えてきました。お化粧水で整えてまいります、はい。あ、もう終わったんですか？そうなんです。あ、どうも、お疲れ様でございました。これで1週間2週間で変わっていくわけですか？3週間見ていただいたら確実ですね。熱海ずっといいよ。抗酸化作用のあるクリーム塗っていきますね、はい。開封終わってから1週間は超音波の影響で非常に乾燥しやすいので保湿をしっかりとするようお願いいたします。ああ、そうなんですか、はい、はい。大変お疲れ様でございました。あ、どうもありがとうございました。山本君、慎太郎は大丈夫なの？大丈夫ですよ、はい。どうも、すみません。ありがとうございます。お戻りです。お疲れ様でございました。こうやってパッチだったらみんなつけ性格も明るくなってる。あ、すみません。すごいです、面白い。いや、すごく引き締まってね。ほうれい線が超浅くなってる。うん、特に左、うん、左を特にご覧になって、左が薄くなってる、特に。これでもう、熱海からの楽しみになってきた。熱海帰って何する気ですか？いや、温泉ばかり使ってる。はい、うん、なるほど。いや、こんなに変わるんですね。顔が引き締まりましたね。めっちゃ性格が明るくなってる。これがね、美容施術のいいところなんです。はい、もうなっていただくことが目的です。はい、父さんどうですか？すごくないですか？若返りましたね。全体的に上がりましたね。あ、タイムさん、だってこっから1週間、2週間、3週間と3週間後、上がってるんだ。へー、コラーゲン、コラーゲンが生成されるやつです。え、3週間後にはもうめちゃくちゃ若くなってくるんですか？俺1ヶ月間休み、仕事もずっと熱海にいる。でもそこらないよ。わかりました。はい。なんだよ、どうしたのその顔。どうですか僕。どうですか僕って。あ、ちっちゃくなりました。いや、でも本当にさ、まあ、なんでメガネかけた？今だからコンタクトレンズを入れちゃいけないんですよ。
まあ、ここの脂肪を取ってもらった、すごく下の目の下に注射してもらったんですよ。確か目の周り変わってんな、お前。いい経験させてもらいましたね。同じあれはやってないの？僕、リサと違います。あ、そうか。はい、どうもすいません。いいよ、ありがとうございました。